皆さんこんにちは、ラッキーです。今回のテーマは一瞬で心が軽くなる、ストレスに強くなる考え方3選ということで、ストレスに強くなる方法はざっくり分けると2つあって、1つ目がストレスに強い自分になる。やり方はたくさんあるのですが、どれも筋トレと同じでかなりの時間と努力が必要です。でもう1つの方法は今あるストレスを小さくする。ドラえもんのスモールライトと同じで、今あるストレスを小さくできれば難なく乗り越えられますからね。一瞬でストレスに強くなれる。で、今回は2つ目の今あるストレスを小さくする方法を3つご紹介させていただきますが、あとおまけとして言うだけでストレスが小さくなる言葉、呪文みたいなものですね。これを2つご紹介させていただきます。生きていれば心が折れそうになること、傷つくこと、ピンチに陥ること、腹が立って我慢がならないこと、いろんなストレスを体験すると思いますが、今回ご紹介します方法を活用すればストレスが小さくなり、今よりずっと気楽な毎日を過ごせると思いますよ。というわけで早速行ってみましょう。ストレスを小さくする方法、そのまず一つ目はこちら。困難を乗り越えた経験を思い出す。突然ですが、お笑いコンビのキャイン、天野くんとウドちゃんですね、お二人の分かりやすいエピソードがあるので紹介させてください。キャインの二人がまだ20代だった頃のお話。ウドちゃんはあの独特なキャラで多少認知度は上がってきたのですが、天野くんの方はというと鳴かず飛ばず。でもね、事務所は天野くんのお笑いの実力を認めていました。天野くんは必ず売れる、そうすればキャインはもっともっと売れるはずだと。それでチーフマネージャーである矢島さんが直々にキャインに同行することになります。仕事の現場ではいつも3人一緒、ロケバスでも一緒、飲みに行くのも一緒、時には3人でふざけ合ったり、たまには喧嘩をしたり、まるで仲良し3人兄弟のような矢島さんとキャイン。そんな矢島さんの尽力もあって、キャインの人気はうなぎ登り。天野くんは自分のラジオ番組を持つこともできました。ところがさあこれからだと思った矢先に、矢島さんが病に倒れてしまうんです。そしてみるみる衰弱し、最後は帰らぬ人に。キャインの二人は子供のように泣きじゃくりました。それから時が経って、ウドちゃんは天野くんに向かってこんなことを言います。天野くんはすごいな、懐が深いし怒ることがないし、嫌なことも笑いにして受け止める。俺なんかすぐカッとなっちゃうよ。それに対して天野くんはこうつぶやきます。いや、俺はもう矢島さんが亡くなってからあれ以上の悲しみはないよ。だから人を羨んだり怒ったりすることはなくなった。あれに比べれば全てが自分の中で耐えられることなんだよ。こういうことなんです。困難を乗り越えた経験を思い出すというのは、人間生きていれば辛いこと、納得いかないこと、腹が立つこと、いろいろありますが、そんな時に困難を乗り越えた経験を思い出す。すると不思議なもので、今あるストレスが小さく感じてくる。あの時と比べたらこんなことどうってことないってね、エネルギーが湧いてくる。どうしてこうなれるのかというと、天野くんの言葉に耐えられることなんだよとありますが、この自分にはできるという感覚を自己効力感と言います。でね、自己効力感とストレス耐性は綺麗に比例するんです。自己効力感の高い人、つまり自分ならできるっていう感覚の強い人は目の前のストレスを小さく感じる。反対に自己効力感の低い人は目の前のストレスを大きく感じる。そのため自己効力感の低い人ほど鬱や不安症になりやすいっていうことが分かっています。でね、この自己効力感を瞬間的にドカンと高める方法が困難を乗り越えた経験を思い出すことなんですね。一瞬でこんなものに負ける私じゃないという強い気持ちになれるっていうわけです。皆さんもきっとありますよね、困難を乗り越えた経験。家族やペット、もしくは恋人との別れなどでこの世の終わりかというくらい悲しいんだけど今では元気にやってますとか、大学受験はきつかったけど見事に合格しました、部活動は先輩にしごかれてほんとつらかったけどなんとか3年間やり遂げました、何でもいいんですけど、困難を乗り越えた経験を事前に準備しておいて、日々の生活でストレスを感じた時にそれをふっと思い出す。あの時の苦労に比べたらってね。すると不思議なもので意外と簡単にストレスを乗り越えられる。さらにね、意外と簡単に乗り越えられたという経験を重ねることで自己効力感が高まり、本当に打たれ強い人間になっていくっていうわけです。天野くんみたいにね。
困難な経験を思い出すと聞くとなんだかネガティブな感じがしますが、本当はその逆で活力が湧いてきて前向きで強い自分になれるんですね。というわけで続いてストレスを小さくする方法の2つ目はこちら、リアプレイザル。以前も簡単にご紹介したのですが、今回はもっとわかりやすくするために一つお話を用意しました。7つの習慣を読んだ方ならすでにご存知だとは思いますが、著者のコビー博士がニューヨークの地下鉄で経験したお話。ある朝地下鉄に乗っていると子供たちが乗り込んできました。その子たちは大声で騒いだり物を投げたり迷惑この上ない行動を続けています。父親らしき人もいるのですが、座席に座ってうつむいたまま注意しようともしない。なんてひどい親だ。苛立ちを抑えられなかったコビーさんはその男性に話しかけます。お子さんが皆さんの迷惑になっていますよ、少しおとなしくさせていただけませんか。すると男性は目を開け、子供たちの様子に初めて気づいたかのような表情を浮かべこう言います。あ、そうですね、どうにかしないといけませんね。病院の帰りなんです。1時間ほど前、あの子たちの母親が亡くなって、これからどうしたらいいのか、あの子たちも動揺してるのでしょう。この瞬間、コビーさんの苛立ちは消えてなくなり、子供たちの行動も全く違ったものに見えました。感情も考え方も感じ方も全てが一瞬にして変わってしまったんです。何か私にできることはありませんか？この時のコビーさんのように感情や考え方が180度変化することをパラダイムシフトというのですが、パラダイムシフトを意図的に作り出そうというのがリアプレイザルです。例えば不愛想な店員さんに出くわしてイラッときたら、もしかしたらこの店員さん体調が悪いのかもしれない、立ってるのがやっとなのかもしれない、いつもイライラしてる課長がいるのなら上からは圧力をかけられ、部下は思い通りに動いてくれず、家では結構悩んでるのかもしれない、息子さんも反抗期で苦労してるのかもしれない、海外旅行で財布を盗まれたら、取った人は息子の病気の治療費のために魔が差したのかもしれない、恵まれない人に寄付したと考えよう、みんな人生は大変だよな。こんな風にね、リアプレイザルはこじつけでも何でも勝手な想像で OK。 なんで勝手な想像でいいのかというと、怒りとは厳密に言うと扁桃体の興奮でね、リアプレイザルをしてる時の脳を画像で覗いてみると、リアプレイザルをした瞬間に扁桃体の興奮がスーッと収まっていくのが目に見えてわかるそうです。だから勝手な想像でいい。あと最近の研究ではリアプレイザルは怒りを抑えるベストな方法と言われていますが、不安や緊張にも大きな効果があるとか、リアプレイザルが上手くなると人間関係が良好になるということもわかっています。ちなみに宗教を信仰している人はそうでない人に比べて心と体が健康で寿命も長いっていうことが分かっているのですが、その理由もおそらくリアプレイザルではないかと言われています。きっと神様が見てくれている、これは神が与えてくれた試練だというようにね、しょっちゅうリアプレイザルをしてるからストレスが小さくなり心も体も健康でいられるっていうことですね。リアプレイザルは最初は頭をひねる必要がありますが、すぐに慣れます、癖になります。身につけて絶対に損はないと思いますよ。というわけで続いてストレスを小さくする方法の3つ目はこちら、下方比較。元ジャイアンツのエース桑田真澄さんは現役時代相当の努力家で、その姿を見たスポーツ記者たちはみんなファンになってしまうそうです。でもね、そんな桑田さんでもきつい練習で心がくじけそうになる時がある。そんな時はいつもこう考えていたそうです。難病や体のハンディキャップのある人たちの戦いに比べたら、僕の頑張りなど何でもないことなのだ。これが下方比較。自分が辛い時、くじけそうな時に自分よりもっと辛い人のことを思うと、一瞬にして活力が蘇ってくるんですね。で、僕自身の話で恐縮ですが、僕の妻は難病の子供たちが治療を受ける病院で掃除のボランティアをさせてもらってるんです。それでいろんな話を聞くんですが、みんなと学校へ行きたいな、家族でラーメンが食べたいな、ボランティアさんと一緒に遊びたいな、そんな夢を語りながら子供たちは先の見えない治療を頑張っているそうです。でね、僕も人間ですから悩んだり落ち込んだりすることもあります。子供の将来が不安で眠れない時もありました。家計が苦しくて家族5人路頭に迷ってしまうのではないかと悩んだ時期もあります。髪が薄くなってきてこの先どうなっちゃうんだろうと落ち込んだ時もあります。そんな時でも明るく元気に生きてこれたのは下方比較のおかげ。
あの子たちの苦労に比べたらどうってことない。こんなことでうじうじしてちゃいけない。今できることをしよう。今日を精一杯生きようってね。今までに何十回も下方比較に助けられてきました。仕事でミスをして赤っ端を書いたとしても、今日リストラになった人のことを思えばどうでもよくなるのではないでしょうか。踏んだり蹴ったりの一日だったとしても、明日の命も保証されていない人のことを思えばどうでもよくなるのではないでしょうか。下方比較は心が折れそうな時、ピンチの時、やる気が出ない時など、いろんな場面で使えますからね。覚えておくと必ず役立つ時が来ると思いますよ。というわけで最後、言うだけでストレスが小さくなる呪文のような言葉ですね。これを2つお伝えさせていただきます。で、まず1つ目はこちら。ストップ。考えても仕方がないって分かってるのに、次から次へとエンドレスに湧き上がってくる不安。これを反数思考っていうのですが、反数思考を止めるのに役立つのがストップ法。やり方は簡単で、自分の脳みそに向かってストップと叫ぶ。で、再び不安が出てきたらストップと叫ぶ。実際に口に出した方がいいのですが、無理なら心の中で叫んでも OK です。ストップ法はその手軽さからは想像もできないほどの高い効果があるので、心理療法はもちろんポジティブ心理学でも推奨されています。不安になりやすい方はぜひ一度試してみてくださいね。で、続いて2つ目の言葉はこちら。ワクワクしてきた。これは緊張を抑える言葉。激しく緊張している時にワクワクしてきた、ワクワクしてきたぞと言ってると、だんだん緊張が弱まってくるんです。というのは、緊張と興奮、この2つ、体の中で起きてる現象は同じ。違うのは考え方。ここから逃げ出したいと思えば緊張になるし、自分も早くやりたいと思えば興奮になる。ジェットコースターでもそうですよね。でね、緊張している時にワクワクしてきた、ワクワクしてきたと言ってると脳が騙されて、だんだん緊張がほぐれてくる。もちろんこれで緊張が全てなくなるわけではありませんが、顔面蒼白になったり吐き気や腹痛といった激しい緊張感はなくなるはずです。覚えておけばいざという時きっと役立つと思いますよ。というわけで今回のまとめです。今あるストレスを小さくする方法はこの3つ。言うだけでストレスが小さくなる言葉はこの2つ。生きていれば誰だって強いストレスに襲われることがあります。大事なのはその時に備えて自分なりの方法を確立しておくこと。心の救急箱みたいにね。それは今回ご紹介した方法でもいいし、もちろん自分で考えた方法でもいい。いざという時はその方法を使って自分自身を支え、助けてあげてください。自分で自分をケアできるようになれば、それだけでも自己効力感が高まって、さまざまなストレスが小さく感じられるようにもなると思いますよ。というわけで今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様に感謝して終わりたいと思います。